前回のカズクラ、なんだか足りない足りないと言われていたカズクラ像の上の子供たち。そうなんだ、実はこの当時一人しかいなかったんだけども、なんと今じゃ3人に増えてしまったということで、可愛い娘たちを作ることにしてみた。いざやってみるととっても簡単で、そしてめちゃめちゃ可愛い。でも実写版もっと可愛いです。はい、どうもこんばんは、カズクラです。いやいや、おー、娘たちが輝いているよ。いや、いいねいいね、良い感じだね。いや、このワールドどんどん良くなってきました。まだ1ヶ月もやってないと思うんだけど、信じられないぐらい発展していると思っているのは私だけじゃないでしょう。めちゃめちゃ発展しているんです。昔よりも濃い。そんなこともあり、薄塩とか言っても塩加減な、カルピスやなくてみたいな。え、これ褒めてるんだよね。そう受け取ったよ。いやいや、ありがとうございます。最近ね、あとコメントにやかで最高。本当に最近100件超えてるからさ、嬉しい。もうハート押しまくる。今日ハート押しまくるわ。初コメゼモリ、初コメです。読んでもらうまで熱く。これ初コメっていうのかな。いや、でもこれ読むとどうなるんだろう。今日待ってるよ。薄塩会大好きですと。さあ、そんなわけで今日は何をしようかな。まあ、いろいろやることはあるんだけど、あれ、ちょっと待って、気になるよな。さすがにこれ気になるよな。ちょっと待って、これはよろしくないと思う。しかも、なんと今ここなら、採掘速度上昇がついております。なので、こういった木材も割り消し早く削ることができるようになっていると、なんと効率的なんでございましょう。早っ。木材切るのにもこれ役立ってんだね、だいぶ。ジャングルの木がめちゃめちゃ溜まったね、これ。見よ見よ。ええやん。おお、さあ、あとは落ち着いて成仏せよ。削れてるよな。削れ、おお、消えてる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 。いい感じいい感じ。あ、ちゃんと内容もちゃんと回収しておこう。これおいよいよいよ、オッケーでーす。さあ、ということで、まだまだカズクラ忘れてることあるんじゃないの。あるよね、多分。何件もコメント来ました。結果的に神社にダイヤを奉納したのかと。当たり前じゃないかよ。見てみ見てみ、ほらこんなに。あ、多めにっていうあれだったよ。してない、全然してない。ちょっと待って、ちょっと待って、これとかだよな、ね、これとかだよね。ちょっと待って、結構取れるんかなこれ。幸運のツルハシついてないな。あれ、掘りましょう掘りましょう。採掘上昇ついてないやないか。採掘上昇は、では参ります。よっこいしょ。しこたま取れなさい。しこたま、しこたますごい量取りなさい。おお、溜まってく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 。あ、すごいすごいすごい、ダイヤモンドすごい。これすごい量取れたぞ。てん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 。では見てください。ワンスタックワンスタックワンスタック、ほぼワンスタック、ほぼ倍返し。ありがとうございます。ほぼ倍。これは今年いいことあるんじゃないんか、これ。やっちゃったんじゃないの、俺。いいことなんかしちゃうんじゃないの。いや、なんかパッと来ないかな。株にぶちかました分バチコーンと来ないかな。ダメダメ、そんな切実に願ってちゃね、ダメだよこんなもんは。とりあえずすいや。よく寝た。いや、今日はもう非常に大事なことをやっていこうと思います。今、このツルハシも見てわかるように、はい、整っておりません。でまだいろいろ整ってないものはいっぱいあるんですけど、問題点、今福井にある最新のモール、これがエルパというものになります。もし福井にね来たことある人、じゃあ、いや、住んでる人なんかはよくわかるよね。福井の最後のモールと言われております。福井県だけイオンモールというものが実はございません。なんか今度イオンが来るとか言うらしいんだけど、めちゃめちゃでかいやつとかじゃなくてモール形式じゃないとかって噂も聞いたことあるんだけど、正直知らない。しかもこれ出来上がったの23年ぐらい前です。その間モール1個もできんってすごくない、福井県。すごくない、これ一番新しいのよ、これが。まあでも今度改装されるとかって噂もあるから、楽しい場所になるらしいよ。エルパ行っとけば間違いない。これ福井県人の口癖だよね。あー、暇だなー、エルパ行っとけば間違いないよ。暇だなー、あ、エルパ行こうみたいなね、そういう場所です。さあ、ということで今こちら問題点があります。
昔はこの子たちいくらでも復活してくれました。ただバージョンアップによりこの村人たち働かなくなってしまった。久々に見た人は知らないかもしれないけど、バージョンアップでいろんなことが起きてんだ。前からを離れてた数年の間に昔の常識が変わってしまったと。深層ダイヤって何みたいな。いやもう深いところのブロックが色変わってて、それにねダイヤモンドもついたりとか、もう訳わかめだよね。ほんでね、この村人たちも変化が訪れている。職業ブロックというものがないともうダメになっちまったんだ。ということでこれもね、村人ガチャシステムのなんか残りカスみたいなのがある。今日はこの村人たちいっぱい動かせるようにしよう。ということは司書さんのあれだな、いろいろ必要なんだな。ここもいつかね、上に村人いっぱいいるから解放してあげたい。さあということで行っていきましょう。まず川、信じられない量の川を私は手に入れております。これで本棚とかを作らないといけません。なかなかこうやって本棚作ることないな。本棚って、どうやって作るのこれ。本を作らんとかのか。紙。待って、紙も意外と少ないんだけど、これでできるの。おーい、できた。待って、紙の消費量やばい。ある、ちゃんと紙取れてるかな、動いてるかな、ここら辺のマシン。あ、動いてそうな、動いてなさそうな。これトロッコどこ行ったんだろう。ここ本来もうちょっとよくできそうな気もせんでもないんだけど、これ。おお、動いた。回収はしてんのこれ。ほぼいらんやつだけどね、くり抜かれたかぼちゃだからさ、攻撃にも使えないんだけどこれ。まあいっか。な、ここで紙を作り、そして本を作ります。さらにはそれを本棚にします。あ、結構使うんだね木材を。おお、42個も。おー、あー、もっと。いやー、64個分できました。あとはあれだね、どうやって作るんだっけ。あれ、こうかできた。いやー、でももっと必要だよね多分。いやー、サンキュー。39個出来上がりました。え、これでちゃんとできるかな、みんなちゃんとできるんかな。ちょっとやってみる。これ壊した方がいいかな、こういうの壊した方がいいよね一回。いや、これでどうかな。あ、キラキラ入りました。待って、まずはそうだ、これを今この危険なこのピストンを取り除く作業をしていこう。これすごい、なんか村人たちがすごい訴えかけてくるような、うるさい、ここうるさいんだけど。いやー、ほんと今もさ大変な時代とか言うけど、昔もっと大変だったな村人さんたち。今も今で大変だけど、昔も昔で大変だよな。ほんとにこんなとこ閉じ込められちゃってよ、俺は救助するから。これでなんかガチャされてたんだぜ。ゾッとするだろみんな。これでお前はなんか違うってすぐお引越しさせられてたんだ。でもこのシステム考えたのマウニーさんだから、俺は悪くない。でも責任感じるよ、マウニーにマイクラ進めたの俺だし。マウニーがこんな村人の粗悪な扱いをするなんて思ってもなかった。なんだ君は。神、修繕ついてるからが神か君は。これひどいだろこれ、この床面も。あ、こんなとこにチェストが。きったな何の統一感もないさあこれでここら辺の装置も綺麗にしても問題なさそうだ。よーし、解体していくぞ。ディスペンサーこれ、ホッパー、ドロッパーなんかあったんだ。ドロッパーのやつをなんか見て、カチャカチャなんか遊ぶシステムになってたんだな。今エルパも生まれ変わろうとしている。あ、すごっ、こんな装置だこれ。見て、ここで村人が落ちてくるのを感知してとかね。あ、すごい装置だったんだな昔これ。そんな装置とももうお別れです。ここはどんどんと綺麗になっていくのです。さあということで人権を取り戻そう、村人たちの人権を無視したこの装置、こんなものはカズクラが全て破壊させていただきます。もう今の時代にそぐわないのです。こんな人権を無視した装置は己の私利私欲のために村人をいいように移動させ、
いいように出張させ、こんなことが許されるんでしょうか。昔はいいかもしれません。でも現代ではそれはよろしくないです。何ハラ、パワハラ、もうハラつければいいみたいな感じが出てきてるかもしれませんが、よろしくありません。なんだか最近丸ハラというものがあったと聞きました。上司が文章で最後の方に今日良かったよ丸とかつけると、丸について威圧感を感じる、なんか丸をつけるのが丸ハラらしいです。もう分かりません。教えていただきたい。もう丸ハラについてはネタだと思ってるんですが、本当に威圧感を感じるんでしょうか。ぜひ教えてください。今教えてくださいにも丸つけといたから、威圧感を感じますか、教えてください。おー、でも倉庫行ってる間にすごい勢いで解体作業が進んでいくぞ。これすごい、はかどってる、はかどってる、はかどってるね、これは完全に。はっ、やばい、ハマってもた、出れるか、やっべ、おい、出れた。さあ、ということで残り反対側もささっと解体の方やっちゃいます。解体している間にカズさんより12日だけ早く生まれた40と、あ、ええですね、ええですね、ええですね。ずっとリアタイで、おお、いいですね。無限マグマ、懐かしいな。無限マグマじゃなかったっていう、あの詐欺的なあれでもあるんだけど、おできると思ってたんだよね。最近健康診断で高血圧と言われ、カズクラの適度な塩加減が、嬉しいですと。ワック T シャツもね、おお、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そちらも購入していただき、直筆サインもいただいたのですが、まだ痩せてないので、あらら。あららら、あ、イベント来てくれたってことだね。ありがとうございます。これからも塩加減よろしくということで、ありがとうございます。いや、今年もねちょこちょことイベントする予定ですのでね、ぜひもうシャツ買ってくださいもう全然サインするんで、はい、ぜひイベントの方お越しいただけると幸いでございます。キンキンだとまだ決まってはないです。まだ決まってないので、はい、またご報告お待ちいただけると幸いです。まだ決まってはないけども、決まってます、決まってますけど、まだ発表の段階でないのでごめんなさいということで、よろしくお願いします。カズクラ、ふう、解体完了。いやいやいや、いっぱいできたね、レッドストーン系。ホクホクや。よし、なら床を張って死んぜよ。床がないと不安だもんな。大丈夫です。うちではしっかりと床も張ることが推奨されております。そしてこの結構蒸れますを張ることで、おお、早い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 、これだけ早く床を張ることができてしまうのです。いや、まだ解体し終わってなかった。なんか、あ、いやいや、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかありますよ。いや、昔は過剰だね、本当に。この湧き潰しというか、なんだかね、ちょっと最近また見てくれた人に言っとくよ。昔めっちゃ湧いたじゃん。最近ね、わりかし湧きづらくなったみたいだよ。SS さんもよくご存知で、バージョン 1.17 まではね、明るさが7以下で敵モブ湧いてたからねとね。いや、最近はね、もう本当にゼロとかじゃない限り湧かないんだって。優しくなった、省エネ省エネ。よし、ということで、あとは床を張ってあげて、おーい、はいはいはい、ずっといつ俺は用済みになるのかみたいな不安だっただろう。いつ移動をかけられるんだろうって不安だっただろう。もう大丈夫、このワールドなら大丈夫だ、このワールドにいる限り。お、いいね、いいね。そして仕事もあげちゃう。いくよ、ほら、キラキラ出してみな。あれ、キラキラ、あー、なったなったなった、よかったよかった。多分キラキラ出てると思うんだ。よし、これでみんなにちゃんとお仕事を。そういえば最近村人さんも1マスのところにね、ぎゅうぎゅう、ここにもここにも詰めてたけど、みんなはね、俺のとこはこんなにゆとりがいっぱいあるんだよ。素敵だね。あー、キラキラ出てる、みんな、よかった。これにより修繕とか、まあまあ売り切れとか起きてた人が、できるようになったんじゃない、これ。みんなに仕事を渡したんじゃない。そうだよね。いや、昔ほんと大変だったんだよね、これ。できてる、やっと。待って、他にもなんかお仕事してる人いたよね、他にも。斧屋さん、この人が、あ、道具屋さんと斧屋さん、武器鍛冶屋さんだね。武器鍛冶屋さんと道具鍛冶屋さん。あ、そのお仕事を持ってこよう。実はそのブロックすらね、アップデートで追加されたやつだからね、ないんだよ、ないんだよ、このワールドに。まだ作ったことないんだよ。まずは鍛冶屋台の鍛冶台を作り、あったあったあった、これ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 
さあ、なら、これをもとに、道具屋さんが、これか。合ってる？キラキラキラーン、合ってたー。これめちゃめちゃいいね。シルクタッチと耐久だぜ。ほんで、こいつも神ってなってたから、相当良かったんじゃない？えい。おい。なんだろう、あ、耐久さんの斧ねー。いやいやいや、いいの持ってんじゃん。いや、これはいいわ。いやいや、ということで、だいぶ発展しましたね、この辺ども。待て待て、ちょっとまた汚い。ちょっとなんかまた汚いな。はい、ちゃんと、外すとこ外いて、ここも危ないからね。あっちみたいに蓋しておこう。はい、これで悪い奴ら入ってこねえから、これで安心して、ここで生活してください。オッケーです。This is カズクラ。無理はしちゃいけない。ということで今日はこんなとこで、終わろうと思います。もうダイヤモンドを収めたりとか、ね、変なものを解体したりとか、村人に職業を与えたりとか、もうお腹がいっぱいです。ほんで、親知らずネタで、すいません引っ張ってと、親知らずがもともとないんだって。珍しいんだって。先生のための教材になったことがありますと。え、そんなことあんの？いや、ぜひここだけの話、私の姉がそうでしたとかあったら、ぜひまたここだけの話教えてね。コメント待ってるよ、にぎやかに。ということで今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃろー。